2025年青海から新たな物語が始まる。東京 A アリーナプロジェクト、アルバルク東京の本拠地、国際的なバスケットボールの舞台、そしてそれ以上の場所へ。モビリティカンパニーとしてモビリティ技術を活用した新しい観戦体験の可能性にも積極的に挑戦していきたいと考えております。